こっちはね、まあ女の子部屋のもう一個の本棚、もう一個か何個も本棚ありますけど、女の子部屋にもどの部屋にもね、あの本棚が一つってわけじゃなくて、さっきのはこっちなんですけどね、こんな位置関係なんですけどね、まあしょっちゅう入れ替えてるでしょ、本もね、おかげで途中ぐちゃぐちゃになるけどね。だからこの中で入れ替えてるわけじゃないで、こっちとこっちとも入れ替えるし、あっちとも入れ替えるし、それ以外の部屋とも入れ替えてんねん。これが移動タリスマンの特徴ね。で、それは結局その、まあ自分の家やから、うちはどこにでも行くわけで、さっきの体の比喩もそうやけどね、自分の家の比喩もそうでしょ。で、まああとね、このうちの家にはもう、実はもう基本的に原則として、神々しか入れません。あなた方しか入れないっていう意味ね。肉体は、連れてこれませんでしょ。基本的原則としてね、大原則としてね、基本原則としてね。その代わりね、神々はね、それぞれの故郷にね、実はこういった配置の書物から帰れるわけです。でご自身の故郷に、ね、帰れない場合、神々が別の家にあるかもね、あるいは別の家にあるかもねっていうだけで、ここは多治見お続きの女の子部屋ですけど、この部屋にご自身が故郷に帰れないような配置、ね、本しかないとしたら、別の部屋にある可能性が非常に高いの。女の子部屋以外の部屋にある可能性が非常に高いんです。